語は多分問題的には簡単なというか、まあ解きやすい感じだと思うんですけど、順番とかは気にしちゃってました。どういう順番で聞き取りづらいなっていうのがすごいあって、その対策として結構僕頑張って受けるんですか。ハローダー、始まりましたモイチェスチャンネルです。今回はですね、スペシャルゲストとしてたわしさんにおいでいただきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。こちらこそ、たわしです。どうでしたか、東大受験。早速いやそうですね、たわしさん、そうか、うちのチャンネルにはね、はい、何回か出てくれて、そうですね、かんたろうさんと、そうですね、かんたろうさんが基本的にトークをさせてくれなかったもう暴君でしたね、ここからしたらものすごい勢いで激しかったです、とりあえず、ね、お笑い芸人がいるのに全く喋らせない、もうかなり引っ込み思案系なんで、かなり食われてしまうという2018年度がドラゴンホリエという番組で、はい、アベマ TV のドラゴンホリエという番組で、はい、東大受験させてもらって、まあ、不合格で、まあ、今年諦め悪くもう1年やったという。たわしさんの YouTube、はい、チャンネルも貼っておきますので、ありがとうございます。ぜひご覧ください。今合格発表前で撮ってます3日前から、はい、そうですね、ちょっとそわそわしますけど、だから僕も急いであげないと2年目の東大受験どうだったとか、はい、いやちょっと1年目終わった時は期間が短いのもあり、何月からでしょう、あれは9月からですね、本格的にやりました。9月からがっつりやって、まあ自分のやれるだけ結構やったんですけど、まあちょっと厳しいなっていうのはあって、で1年目終わった後にもう1年やるってなったら、まあ1年あるんだから正直な話いけるだろうって結構思ってました。辛かったですかやっぱ。いや、まあ辛さはそこまでは、はい、なかったんですけど、はい、まあ、僕普通のちょっと浪人生とも違うんで、はい、まあ、先輩とかと一緒に暮らしてたりするんで、あ、まあ、完全な宅浪で一人みたいな感じではないんで。ああ、なるほど、はい、舞台とかもやってましたもんね。ああ、はい、毎年やってるんで、はい、そこはちょっと出させてもらって、うん、まあ、受験生のキャラクターで出させてもらったんで、はい、そんな違和感はない他の人たち、おばんど吉川さんとか、はい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 、わっちみなみさんとか、ね、はい、お礼さんも受けたんですけど、結局たわしさんだけが僕だけ諦め悪くてまあまあ堀江さんは忙しいんでなかなかそういうことを、まあ、わっちさんとか結構テレビに出られてますしね。じゃあどうやってその2年目勉強してきたのかちょっと聞きたいんですけど、2年目は基本的にはもう自学自習で、はい、はい、武田塾武田塾の教えにのっとる形になるんですかね、まあ、参考書メインの自分で完全に参考書も決めて自分の中でこうプランを立ててやってたん で、はい、でまだ結果出てないですけどちょっと成績がやっぱ思うように伸びてなかったんで、ほうほうほう、ちょっと反省はしますね正直。教科苦手だったのが、いやー、やっぱり数学ですね。あ、数学、数学でももちろん英語も、うん、やっぱり東大の問題ってなると問題数に対して時間が少ないみたいなよく言われると思うんですけど、それなかなか点数が伸びなかったですね。で受けたのが文化一類です。これも予定ではあのセンター試験で9割取って文化三類に受けようと思ったんですけど、もうセンター試験でもうボロボロで足切りを置かれるためにあの分1受けたんですけど、結果的に分散とか足切りやがそうそうそうやられました。数学がやっぱり最後まで苦戦しました。すごくゆっくり成績が伸びてる感じはしたんですけど、うん、何やったんですか参考書は。参考書はドラゴンホリエの時は多分匠先生にもうその短い期間の中で最大限に成績伸ばせるような感じで教えてもらったと思うんですけど、基礎からしっかりやろうと思ったんで定番のチャート式、はいはい、基礎からの数学青チャートから始めて、はい、それをひたすら解いてました。それ3回ぐらいやって、うん、違う参考書いって、まあ、ちょっとずつステップアップしていった感じです。過去問をやってましたもん。でも結構1年目で解き終わってたんで、はい、なんかやるものがなくて困ったり、はい、まあ、ネットとかで見て、まあ、カンタロウさんの動画もちゃんと見て。いいんですよそんなこと言わなくて、はい、カンタロウさんちょっとぶっきばろうなんで僕数学苦手なんでちょっと、はい、ちょっとうまく捉えられないところもありますね多分数学上級者は捉えられると思うんですけど、僕ちょっと苦手すぎてもうちょっと基礎からやるって思英語は、そうだ、英語のチャンネルでした。すっかり忘れてました。英語はもう英作文は森田先生にやっていただいてて、チェック、ね、結構長い期間やってもらいましたよ。で、まあ、最後の方こんな感じですよ。最後のあれ、スランプというか、はい、英作文やってて、自由英作も僕の中で多分15分ぐらいで解かないと試験中間に合わないなと思ってて、で、森田先生に送るときって結構まあ一回素早く解いてから、まあ、自分の中でチェックして、送ってたんですけど、結構それは時間かかって、はいはい、本番じゃ適用できないなと思って、まあ、そもそもドラゴンイングリッシュとかで、はい、竹岡さんですね、はい、
フレーズをこう暗記はしてたんですけど、年なんかもうすごい忘れるんですよ。ああ、なるほど。どんどん忘れちゃって、試験の何週間前にちょっと構文で覚えてたものを練習するの忘れてたら、あ、結構書けないなと思って、和文英訳もあるんで、そっちの方まず鍛えないと、もうちょっと自由英作に書けないってなっちゃったんですよ。なるほど。それちょっとサボった感じになっちゃいました。ちょっと言い訳みたいな感じになっちゃいました。まあ他の教科もありで、英語他何やりました、はい、作文以外。作文リスニングですね、はいはい、リスニングは去年受けた経験から聞き取りづらいなっていうのがすごいあって、うんうん、その対策として結構いろんな過去問だったり実践問題集とかあれのなんかリスニングを結構いろいろ聞き比べて、自分の苦手な発音の人を見つけて結構何回か聞いてたりしたんですけど、本番でも全然聞けなかったっすよ。多分3つあるんですけど、はい、パートが。そうですね、はい、A と B の中で1人、去年もそういう人いたんですけど、はい、なんかあのボソボソ結構喋る人いて、そうなんですよ、これ結構よく言われてて、はい、普段のその東大の授業でも言ってます。レギュラーなんですか、わかんないです僕だから受けたいっす受けて受けれないっす、受けれないこともないんですか、受けて聞きたいです。僕頑張っていけるんですか理者勉強、はい、数学理科やって、難しいと思うしいや、リスニング、そうですね、C だけなんとかできたかなっていう、A と B がもうその人の英語が全然聞けなかった、はいはい、確かにね、師範の方はね、はっきりとしたプロが喋ってますから、はい、なんか東大の方は、はい、プロじゃなくて素人がやってんじゃねえかっていうね、そういう自然な英語、自然じゃないですね、素人が読みますから、素人が読むと不自然になっちゃいますね、当然。僕らが朗読したって自然な、はい、なるほど、風には読めないじゃないですか。ナレーターみたいな仕事の人じゃなくて、そうです、英語で。当然、模試っていうのは全部ナレーターが読んでますから、はい、あ、そっか。プロが読んでるのに対して、東大は素人も読んでるだろうって言われてて、あ、なるほど。だから、鉄録の、はいはい、リスニングの参考書って素人も読んでるんですか、はい、そうなんですね、それ知らなかったですね。じゃあ東大対策するんだったら鉄力さんがいいですかね、わかんない、そこまでそこまで言ってだから、なんかキムタツの東大の本は音を良くなくしてるとか、キムタツさんのやりましたね、はい、そういう風になんか各社謎の工夫をした、なかなか聞けるようにならなかったですね。普通の受験生が聞いてもそれはわかんないですよ、僕が聞くと、あ、この人素人だってすぐに分かる、わかんないですね、全く分かんなかったですね。いや、みんな聞けてるのかな、やっぱすごいなと。他何かやりましたか。直前期はもう過去問をひたすらやってて、はい、東大の問題量に対して短い時間の中で解けるようにその順番とかは崩しちゃってました。あ、どういう順番でやったんですか。最初に要約やって、要約、はい、英文和訳やって、英作文やって、はいはい、でリスニング入って、長文語文やって、ね、N2 番やって、ね、最後4番文法はもう切ってました、はい、まあ典型的な英語ができない人の選ぶやり方、はいA4 は今回記号で並べ替えじゃなかったので、はい、正直勘でも当たるかなと思うのもありましたね。いや、多分ネットでなんか上げてる人とかいろいろ見て、自分で解いてみて結構決めたんですけど、はい、去年もそれでやってて、去年は A の2も解けなくて、今年はちょっとスピードが上がったっていう。英作文解いてる途中にだったらリスニングになっちゃってもいい、そういう人結構いるんで。ああ、でもそうですね、それも考えてましたね。和訳してる最中にとか読解してる最中にリスニング来ちゃうと、わけわかんなくなっちゃいます。作文の間だったらいろんな調整ができるみたいなね。セオリーなんですね、できない人の。そうです、大体そうやってやる人が多いですあ、じゃあまあそこは間違ってなかったかもしれない。自信がある人だったら5からやるとかっていう人もいますからね、はい、長文読解からですか、はい、もう5からやると。あ、なるほど。本当に英語できちゃう人も作文さっさと終わらしい。あ、まあそうですよね、そう余裕なかったですね、これ1年やってもなかなか英語力はそこまでつかなかった、うん、読むスピードも遅い。センター試験ですら僕140点ぐらいだったんで、はいはいはい、あれと思って、模試とかのともっとできてたかなと思ったんですけど、うん、やっぱ本番の弱さが正直ありますね。本番めちゃくちゃ弱いタイプだと思うんですけど、ここはどうしようか。数学も二次試験の時に結構10分ぐらい頭働かない時間がありましたね、10分ぐらいで頭働かなくて、周りの人の鉛筆の音とか気になったり、 あ、なるほど、ああいうのがバーってきて、やばいやばいと思いながら、数学難しかったって ね、風味も言ってましたね、うん、他はどうでしょう。国語は多分問題的には簡単なというか、まあ解きやすい感じだと思うんですけど、でも去年よりは古典がちょっと難しくなってたかな、うん、去年がすごい簡単だった、うん、どうやって勉強したんですか。国語はほとんどやってないの、過去問やったりとかはしてましたけど、日本史はもう結構がっつりやりましたね。あ、はい、参考書とか覚えてます。野島先生の、おお、はいはいはい、学研プライム、あれ去年から使わせてもらってて、と、まあ、過去問ですね、過去問ひたすらやってました。そんな感じでやってったわけですね。だから思ったより伸びなかったなっていう悔しさ。じゃあ、はい、ダメだったら3回目はあるんですか。それはまだ決めてないです。じゃあそれは3月11日上がります。10日に、あ、でも10日に、そっか、結果を上げるってそのまま流すんだって言いましたね、確かね。
そのまま流します、はい、生配信で、生配信でやるって言ってましたもんね。流すパソコンの前で、まあ、僕の家で配信になります、はい、じゃあその時に聞ける感じですか、はい、その時にじゃもう落ちる前提になってるそうですよ、だからもう今思ったらおかしなこと言ってる。僕はまだ全然受かる可能性あると思ってるんで、はい、そうですね、はい、じゃあぜひその生配信、その生配信前までってか、はい、めちゃめちゃ頑張って編集しなきゃ。そうですよね、時間ないですからね。編集してあげますので、はい、すいません、はい、あそうだ、僕はね、そう返答エンドでこうね遅れてますから1週間前にちょうど予定があったんですけどはい、ということで今回は大切にお越しいただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。